皆さんこんにちは京都大学原子力実験所の小木出博明と申します今日は福島第一原子力発電所の事故についてお集まりくださっているようでありがとうございますその事故について私が考えていることをいくつかお聞きいただくことにします日本というこの国には原子力発電所が 2011年3月11日の時点で54基ありました一番初めの原子力発電所は年にイギリスから導入されたた東海1号機でしたその次に70年に敦賀美浜と導入されましてその次に導入されたのが福島第一原子力発電所でした米国の GE から導入したものですほぼ 年年動いたたときににに月日大な地震とそしして津波に襲われました原子力発電所というものはもともとはウランを核分裂させて出てくるエネルギーで電気を起こすというそういう道具ですがウランを核分裂させてしまいますと原子炉の炉心の中に次々と核分裂性生物が 蓄積ししててきまてまいますその核分裂性生物は放射性物質であるがゆえに3月11日に津波と地震に襲われた福島第一原子力発電所は自分で発電する能力を失いましたし外部から電気を受けるという能力も その時に失ってしまいましたそして非常用として用意していたディーゼル発電機、それも津波で流されてしまって、発電所内で一切の電気機が使えなくなるという状態に追い込まれてしまいました。しかし、放,放射性物質炉心の中に溜まっている放射性物質。そのものは熱を出し続けるわけで、それが冷却できなければ。 炉心が溶けてしまうということは原子力発電所の本質的な宿命でした炉心を冷やすためには冷却水を流さなければいけませんが冷却水を流すためにはポンプが必要ですポンプを動かすためには電気が必要ですしかし一切の電気が奪われてしまったということでポンプは動きませんでしたし炉心を冷やすための水を送ることも でできませんでしたその日福島第一原子力発電所の中にあった合計6基の原子炉のうち1号号機機から3号機は運転中でした猛烈な発熱をしている時に地震と津波に襲われてしまってウランの核分裂反応自身は止めたものの放射性物質それ,がそれ自体が出す熱私たちが「崩壊熱」と 呼んでいる熱を止めることができなかったがために1号機から3号機の原子炉はすべて溶け落ちてしまうということになりました皆さん想像していただきたいのですが原子炉の炉心という部分は瀬戸物でできていますウランを焼き固めた瀬戸物です皆さんが家庭でお使いになっている茶碗とかお皿そういうものと同じようなものですがそれが 熱くなって溶けてしまったと言っているのですお皿や茶碗を溶かすということ通常の皆さんはできないでしょうし想像することも難しいと思いますウランで作った瀬戸物は二千八百度を超えないと溶けないのですがそれが溶けてしまうということになりましたおまけに原子炉の炉心の中にはおよそ百トンものウランを焼き固めた瀬戸物が 入っていてそれが溶けてしまったのです炉心を入れている部分は原子炉圧力容器と私たちが呼ぶ鋼鉄製の圧力釜ですが鋼鉄は1400度あるいは1500度になれば溶けてしまいますその圧力釜の底に,に2800度を超えたウランの瀬戸物が落ちてくるということになりまして簡単に圧力容器の底も 抜けてしまいました溶け落ちた炉心はさらに原子炉格納容器と私たちが呼ぶ放射能を閉じ込める最後の防壁である容器の床に落ちましたしかし格納容器もどこかの場所で次々と壊れていくということになりまして放射能のを閉じ込める防壁を失って 放射能が環境に吹き出してくるということになりました。同時に、炉心が溶け落ちるときに発生した水素が原子炉建屋の中で爆発を起こしまして、建屋そのものを吹き飛ばしてしまうということになりました。1号機から3号機まで合わせれば、広島の原爆が撒き散らした放射性物質、 そのうちで私が一番危険だと思っているのはセシウム137と呼ぶ放射性物質がそれを尺度にして測ると広島原爆がまき散らしたセシウム137の168発分をすでに大気中に放出してしまったと日本国政府が国際的な原子力推進組織である IAEA に対して報告しています。私自身はおそらく それは過小評価で、それの2倍か3倍、つまり広島原爆が撒き散らしたセシウム137の400発あるいは500発分がすでに大気中に撒き散らされたと思っています。それと同時に水に溶けた放射性物質が地下に流れていって海に流出するということも起きていて、おそらく大気中に放出された 放射性物質とほとんど同量のものがすでに海に流れていると思いますこの会場にいらっしゃる皆さんもお分かりいただけると思いますが日本という国は北半球温帯という地域に属していますその地域では偏西風という風が吹いていて基本的には風は西から東へ流れています福島第一原子力発電所は 日本の東北地方の太平洋岸に立っていて東側はすべて海です太平洋でした西風が吹いているのであれば福島第一原子力発電所から放出された放射性物質のほとんどは東側つまり太平洋に向かって流れていくということになりましたしかし風ですので時には東風の時もありましたし南風北風の時もありました それによって日本の東北地方と関東地方が猛烈な放射能の汚染地帯に巻き込まれることになりました今現在福島第一原子力発電所の周辺約1000平方キロメートルの範囲の人々が日本国政府によって強制避難させられています10万人を超える人々が故郷、家仲間を失って流浪化しているという 状態ですそしてもし日本という国の法律をきちっと守ろうとするのであれば1平方メートルあたり4万ベクレルを超えるような汚染地帯は放射線管理区域にしなければいけないのですがその面積は2万平方キロメートルにも及んでいて東北地方関東地方の広大な地域を無人にしなければいけないというほどの汚染を受けてしまって。 その現実を見て日本の政府は到底その汚染地帯にいる人々を助けることはできないと判断しまして汚染地帯にに人々を見捨ててるとといいうことにしししまいました今現在もほとんど多分1,000万人にも及ぶ人たちが本当であれば放射線の管理区域にしなければいけない地域に取り残されて 日々被爆をしているという事態が進行していますではこれでもう福島の事故は終わったのかといえば実はそうではありません2011年3月11日に運転が停止中だった4号機と有う原子が1・2・3号機にのすぐ隣にあったのですがそこもまた3月15日に 原子炉建屋で爆発が起こりました運転が停止中でしたので原子炉の炉心にあった燃料もすべて原子炉建屋のな中にある使用済み燃料プールの中に移されていました炉心にある燃料集合体の数は548体ですが使用済み燃料プールの中には1331体つまり原子炉の炉心の中に 本来あるべきであった燃料の2.5倍分もの使用済みになったつまりもう核分裂性生物だらけになった使用済みの燃料というのがプールの底に沈んでいるという状態で現在があるのです、えー、おそらくその使用済み燃料プールの底に沈んでいる燃料の中には広島原爆に換算すれば1万発分を超える セシウム百三十七が含まれていると私は思います爆発で壊れてしまった原子炉建屋が今でもむき出しで環境の中にあるわけですが福島第一原子力発電所の周辺では毎日のように余震が起きています次に大きな余震が起きて原子炉建屋がさらに破壊を受ける使用済みの燃料プールが崩れ落ちるというようなことになれば その底に沈んでいる使用済み燃料を冷やすことができるなくなりますのでこれまでよりももっと多い放射性物質が環境に吹き出してきてしまうのではないかと私は危惧しています東京電力ももちろんその危険を承知していて一刻も早く使用済み燃料プールの底から使用済み燃料を取り出して少しでも安全な場所に移そうとして今現在も 作業を続けていますが使用済み燃料の取り出しが開始できるようになるまでにまだ何ヶ月もかかってしまう今年の末まではかかるだろうというのが東京電力の見通しですそれまでに地震が起きないことを私は願いますし仮に地震が起きないで作業が始められたとしても1331体もの使用済み燃料を本当に すべて安全な状態で取り出せるかどうか大変な仕事だと思いますたくさんの労働者がまたそれによって被爆していってしまうと思います原子力というものを日本というこの国も選択してしまったわけですがその選択が猛烈な重荷を今この国に載せているわけですしそのことによって 原子力発電所の立地点の周辺の人々が猛烈な苦しみの底に今突き落とされそして事故を収束させるためにたくさんの労働者たちが苦闘を続けているという状態になってしまっていますでも残念ながら私には時間を逆に戻すことができませんこの汚れた世界の中で生きるしかないという状態にあります一刻も早く事故を収束させ そして今現在も被爆している人々、特に子どもたちの被爆を少しでも減らすために、私のできることをしたいと私は思っています。ただ、この日本という国では、これまで長い間、原子力発電を選択して、ここまで来てしまったわけですし、いまだに政治の場にいる人たち、そして経済の場にいる人たちは、原子力発電をやめてしまえば、 日本の国が成り立たないというようなことを主張しています。しかし、日本国政府のデータそのものを見ても、日本が即刻原子力発電所を全廃したところで、電気の供給に何の支障もないことが分かっているのです。一刻も早く原子力発電所を日本から全廃したいと私は思いますし、政治の場にいる人、経済の場にいる人、 日本を引っ張ってきた人たちには原子力というものの破壊的な性格というものをどうしても学んでほしいと思いますしそちらの方に舵を切るということをやってほしいと思います同時にこの場に集まってくださっている世界中の皆さんもそれぞれの国でそれぞれの課題を抱えていると思いますこれ以上の悲劇が起きないように 皆さんのお力を貸していただければありがたいと思います。ありがとうございました。